今野明、市原ジム所属、ミドル級チャンピオンです。やっぱり自分の人生、自分が好きなことをどういうふうに気持ちを盛り上げていくのか、やる気を出していくのか、環境を作っていくのかっていうのもやっぱり自分次第だなって思ったので、やっぱり今回のベルトを取るっていうことを思って、やっぱりもっと違う環境、いろんな環境、挑戦していく環境をもっと作れていくのと思うので、はい、このベルトを取ってもっといろんな自分の自身のキック人生を広げていきたいなとは思ってます。年齢も年齢ですし、キャリアもキャリアなんで、まあ、今回のようなタイトルマッチとか、その未来がないと、やる意味っていうのは自分の中でどんどん薄れていくじゃないですか。だから今回はみたいな、そのタイトルマッチっていうところとか、自分がこう目指してる未来をどんどん拾っていくことで、やっぱりこう自分自身も続けていける、意味が作れるので、そういう意味ではすごく良かったなと思って安心もしました。格闘技やってきて良かったなって思う人生にしたいんで、自分が好きでやってきたんで、自分が満足するような行動で、自分は支えてくれる家族とか応援してくれる人がいるので、やっぱりその自分が満足するってことが一番応援してくれる人にとっての感謝につながると思うので、やっぱりそこをうまくやっていきたいし、そこをうまく表現できていければ一番いいなとは思います。2本目のベルトをしっかり待ちます。今第1ラウンド開始のゴングが鳴りました。おっとシュートンがいきなり左のパンチを接近して最後のパンチを見舞っている。おっと今度これ危ない、今度危ない、今度危ない、今度危ない、あもう下げないと危ないですよ、はいはいはい、いきなりラッシュ、顔が立ってますから、シュートン BKK、 強烈な右ストレート、強烈な右ストレート、ちょっと効いてるか、今度効いてるか、おっと右がカウンターで当たった、今度危ない、今度危ない、いやものすごいラッシュです、シュートン BKK、悲鳴のような声が上がっています。新宿フェイス、あー肘も当たった、コーナーに詰める、また右、これね、まあ、ここまで、パンチで打っていくと、しのいだ時は多分、はい、うつ疲れしてますからね。あーそうですか、ただここをしのがなきゃいけないですね。そうですね、シュートン BK がこんなロングフック、さらに肘も出す、あー接近してボディーブロー、ガードの上からパンチ、なんとかしのごうという今野、ここまで、序盤からラッシュかける体重も珍しいですね。いやそうですね、もういわゆるタイ人のイメージはそういうものはないですよね、はい、ね、よく見ますか、カウンター、顎に入った、顎に入った、シュートピン KK のパンチがもろに当たっている、頭を下げないと、はい、頭に食らいますよ、はい、あー肘、さらに肘、シュートピン KK の攻勢が止まらない、膝蹴りも出た、こんな危ない、こんな危ない、ただまあ確実に打ち疲れのシーンは出てくると思いますから、そうですね、また左のパンチです、シュートン右、常にシュートン構成、シュートン BKK 強構成、あ右のミドル、
開始早々からまさに怒涛のラッシュ、シュートン BKK です。元パタヤスタジアムのフェザー級のチャンピオン、また膝を出します。いや今度は防戦一方。いや大江さん、今度もちょっとこれ意表をつかれたんじゃないですかね、はい、そうですね、まさかね、ここまで出てくるとは思わなかったでしょうね、3分5ラウンド、いや、疲れましたよ、ちょっとね、シュートが疲れましたかね、ここはチャンスですよ、逆に。あしかしそれでもまた右のフックを放ってくるシュートン BKK、 今度ここは少し自分のペースをつかむチャンスか。右のミドルシュートン、3分5ラウンド、ラウンド間のインターバルはこのあと2分あります。まあ最初にも、ね、伺いましたが大江さん、はい、この2分のインターバルは今度にとって大きいですね。大きいです、ダメージありますからね。今度は明、市原ジム所属、千葉県出身38歳、2006年4月9日デビュー、 WMO インターナショナルミドル級の王座決定戦です。16敗4引き分けでございます。上台ルール、ラウンド間は2分のインターバルがあります。パタヤスタジアムフェザー級、それにしましても何度も申し上げますが、開始早々からシュートン BKK の猛烈なラッシュ、相当な有効打がありました。ただ大江さんもおっしゃったように、かなりラウンド後半は打ち疲れが、ね、ありました、はい、シュートン BKK です。多分今の勢いだと2ラウンドの序盤もバーッと出てくると思いますよね、はいはい、ただ2ラウンドは1ラウンド、ね、1分半2分弱攻めてましたか、はいはい、そこまでいかないうちに少し攻撃力が落ちてくると思いますから、あ、しっかりしのいで、反撃したいですよね。まあ、そのあたり言うまでもないんですが、今度が冷静に戦うことですかね、うん、そうですね、ちょっとね、シュートが出てくるときに対して、打ち合いをね、顎がね上がってるんで、あの状態でスタートもらうと一発で倒れますから、本当ですね、はい、ただまあガード高いのはもちろんなんですけど、頭を下げないといけないですね、危ないもらい方いくつかありましたね、ただ公正に、打ち合いにね応じる面もあっていいんですけども、頭だけは下げておかないと、ストーンとね、いってしまいますんで、そこは気をつけなきゃいけないですね、はい、第1ラウンドかなりの有効打を今度に決めて、今青コーナーで笑みもこぼれています。シュートン BKK セコンダウン、セコンダウン、ラウンド3分5ラウンド、その第2ラウンドが始まりました。大江さん、今度の動きどうですか、はい、今度の動き、出ていく満々ですよね、ただ、ね、そのシュートもスターンと入ってきますから、これです、これです、これ危ないですよ、フック強烈、いや、かなり効いている、危ないですよ、かなり効いている、ファイティングポーズは取りましたが、右のフックは、もうダメ、もうダメ、シュートン BKK、第2ラウンドノックアウト勝利。今度は1ラウンドほとんど自分のファイトを展開することができませんでした。2ラウンド37秒、2ラウンド37秒で青コーナーシュートン BKK 選手のテクニカルノックアウト勝ちでございます。そうですね、従いまして、やっぱりね、青コーナーシュートン顔がね少し上がってるっていうことを僕言いましたけど、はい、インターナショナル頭を下ろしているので、ガチンもらうのでパンチのね、要するにダメージ違うんですよ ね、 そうですね、ちょっと一応のが危ないなと思ってたんですけども、はい、ものの見事に右のロングフックが決まってダウン、勝利いたしました。もう立ち上がりましたけども、かなり効いてましたもんね、一つ目で後頭部頭打ってキャバス打ってますからね。そうですね、はい、もう1回目でもうストップでも良かったかもしれないですね。そうですね、もうその後はもうほとんど戦える状態は残っていませんでした。本のこちらシュートン BKK、 見事な攻撃で1ラウンドから圧倒して、第2ラウンド37秒、レフリーストップによりますテクニカルノックアウトという形で、この WMO インターナショナルミドル級のタイトルを獲得しました。いや
しかし先ほども伺いましたが、なかなかこんなに1ラウンド開始早々からラッシュをかけてくるタイ人ってそうそういない。またねそれをしの自分のラッシュしのがれちゃった時の見事2ラウンドテクニシャルのクラウド勝利、そうですよね、あそこまでパパパパパとね、おめでとうございます。1ラウンド2ラウンド続けて出てくることも少ないと思うんですよね。はい、さてコメント聞きましょう。お疲れ様でした。中速 PKK です。皆さん応援ありがとうございます。またよろしくお願いします。いや日本語も達者なシュートン BKK です。まさに会心の勝利でしょうねこれね。そうですね、まあ、大江さんおっしゃったようにあれだけラッシュかけてスタミナの部分とかね、はい、心配じゃなかったのかっていうのもありますけどもね。いやだから自信があったんでしょうね、そうですね、いや関係者の皆さんともう記念撮影、元パタヤスタジアムのフェザー級の王者でもあったということで、まあ、おそらくだからその元フェザー級の王者ですから相当ウエイトはその頃からは上がってるわけですもんね。もちろんそうですね、はい、まあ、これだけ日本語できるということは日本で、拠点に置いてるんでしょうから。そうですね、雄たけびを上げています。いやまだ今野はかなりダメージが大きいですね。これあんまり動かさない方がいいって聞きますよねこれね、まあ、でも立ち上がりますか今野。はい、2つ目のベルトを巻き替えと語っていた今野、今静かに赤コーナーからリングを降ります。勝ったのはシュートン BKK、 WMO のインターナショナルミドル級のタイトルを獲得しました。